ロープの端にこのような輪っかを作ります。作り方説明します。こっちロープでピシッと切った後なんですけど、まあこれぐらいほどいてもうてね、それでですね、このを自分の輪っかの作りたい大きさを決めてですね、ちっちゃい輪っかやったらまあこの辺ですね、大きい輪っかやったらまあこれぐらいですね、で作っていくんですけど、まあ、今回はとりあえずこの辺これぐらいの輪っかを作りますね。で、はい、こちらね、これがね、まあ1のロープ、これが2のロープ、これが3のロープ、これが1のロープ、2のロープ、3のロープね、うん、順番がね、こうなったりしたらおかしくなるんですんでね、とですね、この一番上が右ですね、で2番目がこれですね、真ん中で1、2、3番目が一番この左に来てます。これね、こういうふうに持ってもらって、で順番で言ったらこれがね1、2、3ということです。はい、で輪っかの大きさね、作りたい輪っかの大きさを決めて、そこにねこのロープを編み込んでいきます。で編み込み方はね、こう逆にグッとねひねったらこう隙間が空きますんで、そこにねまずこの1のロープをね通してください。この1のロープをこの開けたところにね、はい、通すと、はい、通りましたね。ややこしそうでしょう。でもね、覚えたらめっちゃ簡単なんでね、ちょっといいとならずにやってみてくださいね。で次ね、2のロープを編み込んでいくんですけど、2のロープをね編み込む場所はね、このこれが1個飛ばしの次に編み込むんですよね。1個飛ばしの次ですんで、これ飛ばしてこっちにねこの2のロープを入れると。はい、入りました。で1に入りましたね、1に入りましたね。ほんで次3行こうかなと思いたいとこなんですけど、ここがポイントでね、1、2で1なんですよ。ここちょっとね、神経質な方ね、すいません、1、2、3じゃなくてね、1、2、1なんですよ。このね、1をさっき言うた通りね、みたいにね、1個飛ばしの次に編み込んでいくんですよ。だからこれで言うたら、これを1個飛ばしてここに編み込むってことなんですね。ですね、いきますね。ここを広げてこれを入れる、1、2、1です。はい、1、2、1でこんな感じになります。でやっと3行きましょうね。はい、この3を行くんですけど、ここがねすごいポイントなんですよ。もうこれさえ覚えておけばもう何の問題もないです。この3を入れるときにね、これ裏返してください。はい、裏返した、裏返したらねこんな感じになっているんですけれども、ややこしいですよね。もう最初だけなんでね、今いいとならんようにね、もうここさえ覚えたらめちゃめちゃ簡単なんで、で裏返してね、でこれが3なんですけど、これをどこに入れるかって、もうこれだけなんですよ問題は。でこれの入れる場所なんですけどね、ここなんですよ。これをねこう入れるんですよ。これをねこう入れていくってことなんですよ。まあ、いっぺん入れますね。これをこっからね、はい、入った、はい、入りました。
これで123全部1213でね入りました。もうこの形がねできたらもうほぼねもう 99% 成功です。で、合ってるか確かめる場合ね、もう均等に出てるんですよね、同じ場所からね。わかるかな、これはこっから、これはこっから、これはこっからってね、全部ね、ほら、もう開けたら同じ場所から出てるんですよ。同じ場所から3方向に出ていってるんですよ。ですんで均等なんですよね。これが正解の状態です。でこの後はねもう朗報ですね。めちゃめちゃ簡単、もう一個飛ばしにね編み込んでいくだけなんですよ。いきますね、もうどれからでもいいです。これからいきましょうか。これをね一個飛ばし、これ飛ばしてここに編み込むんですよ。ですんでこれをね逆にひねってちょっと開いて、はい、1個飛ばしに1個入れましたね。で次これいきましょうか。これもね1個飛ばしにここですね、はい、入れました。で次これね1個飛ばし、これ飛ばしてここなんですよね。飛ばしてここに入れます。はい、これでまあ2回通したって感じですね。ほらこんな感じ、きれいに編み込んでるでしょ。これね通す場所が間違ってたらね、まあここがね若干いびつな形になってますわ。それがね、まあ、間違ってる証拠なんですけど、覆ってたらねほらこのようにきれいでしょ。こういう感じにねそれで判断できますね。でまあ3、4回編み込んだら OK なんで、まあ、今回3回編み込んでおきましょうか。もうこっからは同じ作業なんでちょっともういきますね。入った、はい、もうこれで出来上がりです。3回編み込みました。はい、でここねもうちょっとこれもこれどうしようもないですよね。やっぱねこれでほつれてきますんでね、やってたらねちょっとこれブルーザーブロディみたいになってるんですけど、だこれをまあハサミで切りましょう。はい、切った。でこれもねもう完全にブルーザーブロディですねこれね。で最後もこれな、よいしょ、はい、で切りました。はい、これで完成ですね。本当ねさっき言ったようにね裏が3番目を裏返して入れる場所だけなんですよね。ですんでねここでねなんかもうややこしいなでけんわってね投げ出さんようにね、本当そこだけね覚えたらね誰でもできる、もう小学生でもできるねめちゃめちゃ簡単な結び方なんで、アイスプライスですね結び方、うん、薩摩編みとも言うんですけどね、こちらぜひともね習得してみてください。以上です。